皆さんこんにちは、東海ランキングです。俺の中こじ開けるつもりで正面から入ってくる。私のことどう思ってるか分かんない。ちゃんと言ってくれなきゃ分かんない。セクチー、一番好きと一番嫌いが同じなんですけど、ぬですね。あー、ヌがやっぱ一番こう印象深いというか。うわ、マジか。え、でもお前高1の時に大富豪で俺に負け続けてあだ名ヌにされて泣いたやん。ちょっと足りないですよ。ヌになった挙句先輩に耳を思いきかまれてないの。隠していません。はい、完全勝利。おいしい。なんでこんなにやらなきゃいけないの。何もしてないのに。だったらまだ年光になれた方が納得できたのに。ひどすぎる。なんか本当に涙出てきた。ひどすぎる。もうダメだ。じゃあね。よし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 、止めるな止めるな、足を止めるな足を止めるな、止めたら負けだ、止めないぞ。よしよしよし、怖いぞ怖い、うん怖い、すん、ああ、おい、やったろ今、やったろお前ら。もう一回折れると無理なんだって、心が。絶対やったじゃんが。一回折れたらもう無理なんだって、あそこの中で。もう一回って言ったろ。一回折れたらもう無理なんだよ、あそこで。じゃあ分かった分かった、今マスターじゃないか。マスターじゃなかったやばいじゃんが。最初グーじゃんけんぽい。嘘でしょ。嘘だろ。すごい。かわいそう。この子の人生芝居のせいでめちゃくちゃだよ。マジか。マジか。まっちゃんだ。マジで面白い。ばあさん、ばあさんのみじゃん。涙出てきた。泣くなよ。マジで。てっちゃん。てっちゃん。マジでやばい。ゆいちゃんに戻す？なんて決まっちゃったんだ。どんな名前でも、どんな名前でも変わんないから。マジで。マジで。泣きそうじゃん。マジで。そうだもん。頭おかしい顔してる。冷静になったらよかったよ。泣いちゃった。泣いちゃった。バッチャ。せーの。フルハウス。フルハウス。フルハウス。12のフルハウスなのでパンを12枚食べていただきます。負けるわけないもんねこれ。海の中はあったかいんですけど、外出ると寒いっすよ。けどすごい魚の量だったね。めっちゃいた、ほんといた。めちゃめちゃ魚いたんだ。めっちゃ魚いた。すっごい。泣いてる。泣いてる。
哲也が泣いてるかどうかもわからない。かわいそう、哲ちゃん。こんなに悲しい顔してるの伝わるかな。めちゃめちゃ悲しい顔してるんだよ。え、本当に喋らない。こんな二人三脚なんてどうでもよくて、海に入れないのがただただ悲しい、そういった様子でございます。昔、一日中ずっと哲也と二人で海泳いでたもんね。あれを思い出したよ。哲也と入りたいと思ったよ。ゾウくんはこの足が痛すぎて辛いけど、哲也は海に入れなくて辛い。残酷な客になってしまっています。